陶儀徹的大正14年2月4日は、明治、大正期の雅楽家、作曲家、俳優、本名、陶儀紀春、京都府出身。父、清は、安倍紀、丹の子として生まれ、後に、祖父である陶儀貴阜の死後、陶儀の生を継いだ。孫、陶儀末信は、元区内町落部学士、1300年続く画学の家柄に生まれ、 区内省が学寮に勤める傍ら、東京専門学校に学んだ。帝国教育会の事務長であり、独協学園初期であった。1897年区内庁式部職画学部、退職。1906年設立の坪内商陽の文芸協会に加わり、進撃俳優としても活躍。ベニスの商人のシャイロック、マクベスのマクベスなどを得意とした。協会解散後は、 無名会を組織。また、西洋音楽を学び、東京音楽学校講師となった。1925年、脳出血のため死去。都の西北早稲田の森に、の歌い出しで有名な早稲田大学校歌の作曲者。イエール大学の学生家である、オールドイエールの旋律を取り入れているともされているが、さらに、オールドイエールは、イギリスやアメリカのコミング用の影響のもとにあり、 それらを参考にしたのかは不明であった。しかしながら、現在では、早稲田大学校科研究会による調査によって、当時の時代背景などから判断して、闘技鉄底がオールドイエールを下敷きとしたことが、ほぼ確定的となり、研究成果として、校歌100年、歌い継がれたとの西北の謎という DVD にまとめられている。ありがとうございます。